が夢中になれるゲームと出会う。それがデッドバイ。自分が楽しむためにはやりがいだから。もはやもうその領域。勝利などどうでもいい。俺が燃えるゲーム、それだけ。俺が活躍して俺が燃えるゲーム。俺がエースである証を示す。それがデッドバイ。これが出せないなら何の意味もない。このゲームに。次のゲームに行く。男の勝負や。びっくりしたな。追跡者でもあんのかと思う。聞こえないキラーが。大野爆持ってる誰かだよ。モレルなんじゃね。勝手にあげてんじゃねえよ。こういうサボりがもうダメよ。もうやる気ねえわ、サボってるやつとゲームすると。開けてやがるしよ。あ、置きざ、あれかもしんない。ポストベース。基本やめます。最初選びとになったらやめます。面白くねえから、ゴーストフェイス。おもんないからね。マジよ。いいね、やめよう。はい、面白くねえから、新の趣味やつ戦ってもまず。やめよう。面白くない。以上。次のゲームいきます。さよなら。やられまーす。第一、面白くない。新の趣味、ダサい。テイスと同じ原理。あ、いいですよ。どうぞ。キャンプしてください。はい、見て、はい。パンパンにしてください、私を。ほら、ほら、やることもうこれしかないから。キャンプ。もう戦う価値なしっていう。キャンプです。これもう、ゴーストフェイスのキャンプです。もう、キャンプしてやってるっていうやつなんで、もう戦う価値ないんで、もう終わりますよ、別に。いいですよ。ゴーストフェイスのダサいキャンパーです。はい、要するに。キャンパーです。キャンプしてこうやって、ワンパンを貯めといて、こうやってやった方がお手軽だからっていう、超絶せこいやつです、これ。キラーの反則負けですね。あ、これはもう過度なものをやってしまってます。上手な人っていうのは、別にこんなことしなくても、やります。もう終わりでいいと思ってますが、まあ、一応抜けられたんでやりますか。というかもう、ほら。で、こういうやつってストーカー体質だから、同じやつに執着して人減らせばいいだけだから。つまんないでしょ、プレイヤーとして。ダメのだから、まあいいか。面白くないでしょ、これ。で、ただ単純に人減らして、やるだけ。あ、もう終わろう、終わろう。終わりでいいんだわ、もう。終わろう、終わろう。時間の無駄なんだわ、そう。エフタロウでございます。あ、もうやんないです。もう時間の無駄なんで。次のゲームいきます。キャンプです。ゴーストフェイス版のキャンプですね。キャンプ野郎です。キャントン野郎、せこいやつ。キャンプして、そのワンパンメーター貯めて救助者を狙うっていう、超絶せこいプレイをやってるやつ。汚いプレイヤーですね。悪質プレイヤーですね。起こされても俺もゲームしたくねえんだよ。8000でも早く抜けてえから、やられるか、もう。8戦がしたいわけじゃないから、やられに行こう。こんな面白くねえキラーと戦っても時間の無駄だから、やられに行こう。時間効率考えろ。8戦なんて貸したいの、こんなの。普通にゲームやったらよくね。
こんなつまんねえ、おもんねえキラード。ああ、もうキャンプキラーは嵐だから。天候とか天地嵐と同じだよ。世界でも、意味嫌われることやってしまってる時点で、反則負けですよ。フェアに立ち回ってみろ、こいつ。キャンプしねえで。俺たち勝つから。だって、こんな雑魚いキラーがやる手口だから。まっとうなちゃんとやってる人、やらなくても、キャンプなんかやらなくても、こんなことやらなくても勝ちます。やる必要がないんで。めんどくせえな。ここに呼び寄せるか。来ねえなぁ。どこいいんだろうね。あ、一応、将来を固定して鍵があるかどうか見てみますけど。真面目にやってるやつらね。いや、こんなやつと。こんなつまんねえキラーと真面目にやってるやつも気が知れねえよ。どうせこんなせこいやつなんか釣らねえだろ、どうせ多分。釣らねえだろ、こんなやつ。こんなせこいやつ。やってる手口がせこいから釣らないだろ、多分。勝ちにこだわってるやつっていうのは気持ち悪いってやつだと同じや。こだわりすぎっつうのも気持ちは悪いんだわ。はぁ。まあ一応やってはみますけど、早く終わったら終わったらどっちでもいいや、早く。どうせ釣らないと思うよ、こいつ。めんどくせえよな。飽きてよ。だから、早く終わりてえよ。やっぱり早く終わりゃよかったわ、もう。見切りが失敗してるやな、これ、完全に。やってる手口が同じでしょ、ビットリオの人に言うけど。究極的にダッセーやつだから、これ。埋もれるわ、来るしさ、俺んのに。ビットリオ多分俺方向来るでしょ。だからもう終わったの、終わり。君番目。もうビットリオはチームプレイしてくれないからもう無理。ビットリオはチームプレイしてくれればいいけど、ビットリオはもう位置教えてるから無理。結び番目。3人目は大事。いやもう釣ったけどなんかあんだろこれ。もうか、いけねえもんもうロッカーに。終わり。バベチーがなんかあんのかもよ。終わってくれないと無理。まあ全体の勝利を考えてくれば悪いな。
これがヒーロージャンプデッドバランス、スーパープレイ。何回チーム救った今日。マッチ戦がもう、全勝クラス。一回ね、嫌がらせなネアカール、この人じゃないよ。この人は、今日の人は何の問題もない頑張ってる人なんだけど。ここのね、全く同じステージでね、鍵持ってるね。青い鍵持ってるね。最悪なネアカールソンがいてね。あれね、嵐なんだわ。で、置き去り持って脱出優先のやつで。とんでもねえネアカールソンがいてね。そいつがなんか最後抜けたんだけどね。なすりつけ連発。板は、無駄な板は倒し、進路妨害し、ロッカーバンバンした後に救助するとか、絆持って二人盤面で俺のところに来てトーテム壊すとか、で、自分だけ生き残ればいいっていうとんでもねえモンスタークラスのやつがいたんだけど、それで運が悪かったんだけど、そいつは抜けてしまったんだけど、うん、そんな意地が悪いやつは抜けたんだけど、今日はついてないかなと思ったら、よく考えたら8000勝ってまくってんじゃねえかよ。あ、このネアカルソンじゃないですよ。うん。625階に入ってる人です。625階の初めの方に。多分こう、貯蔵庫？うん。のステージにいたやつが相当やばい。やつがいた。うん。なんか勝ちましたね。こんなの使って勝ってんじゃねえよって、勝とうとしてんじゃねえよっていう、こんな汚い子だって。まあ、そいつは、このネアカルソンは何人かわかんないからね。まあ、安定の感じの方ですね。あ、腕を磨きましょう。別に信用しないから普通にやってもゴーストフェイスで普通にキャンプなんかしなくたって別に勝ってる人もいますよ。うん。はい。あって当たり前ですから。ね。ヒロちゃんに勝てないのはね、ヒロちゃんってやれる男だから。しかも鍵まではもう準備してるから。やれる男ってのは、そういうね。これがしかもランダムだから面白いんですよ。鍵持ってやってんじゃないんだ。そこにある勝負なんだ。男の勝負だからもう。うん。鍵は別に補助的に使ってるだけだから。